さあ始まりました、レブナイズの選手の素顔からチームの魅力を届ける番組 We are レブズ。今回はこの人、鹿児島レブナイズ32番武藤周平です。今シーズンキャプテン務めさせていただいてます。もともとバスケット一家 で、まあ、父母姉みんなやってて、で最初、まあ、それでも小学校4年生ぐらいの時に、まあ、バスケットやろうか野球やろうかなっていろいろ悩んでた時に、まあ、当時ちょっと甘えん坊だった自分がいて、でその時父に、まあ、バスケットなら教えれるよっていう話をされて、じゃあバスケットやってみるっていうのをきっかけで、まあ、本格的にバスケット始めるようになりました。そんな頼れるチームの大黒柱の武藤選手、ファンからは一家に一台ムーさんと言われるほどだそう。いるとありがたいっていうもう何でもできるので、ムーさんはリバウンド、オフェンス、ディフェンス、アシスト、自分で点数も取れるので一家に一台あるといいっていう、そういう意味で言ってます。一家に一台、練習中とか練習後に、まあ、アドバイスくれたりとか、まあ、コミュニケーションも取ったりとか、すごくいい人だなと思ってます。今年はレブナイズ2年目のムーさん、シーズン前のチームの印象は？そうですね、非常にやっぱり明るいチームで、まあ、元気よくやってる感じで、でも、まあ、コート上でやっぱりちゃんとメリハリあって、やっぱりもうみんなアグレッシブに激しく、まあ、やれてる、非常にいいチームだなと思います。はい、改めてこうやって鹿児島さんに来させていただいて、でヘッドコーチが、まあ、僕のことを一応信頼してくれて使っていただいているので、本当に自分を高められる場所だなと思っています。明日あさって鹿児島県体育館で今シーズンの開幕戦があります。ぜひ会場に来て熱い応援よろしくお願いします。この番組は GMO ペパボベリーベスト法律事務所の提供でお送りしました。